こんにちは。かつきです。なんか3連休ですね。まあ、どっこも行かないわけやけど、今日はね。あのあらこきのこう。美容美容っていうかね。あのずっとね。油シャンでねで、石鹸シャンプー使わない生活をもう2年以上続けてるんですよ。それのね、ちょっとご報告をしたいと思います。それはなんでか？というとね。あの、やっぱり髪の毛が脱毛。 が増えてきたとコロナにかかかってますからねコロナ後のこう衣装でちょっと脱毛ひどかったんですよそれをなんとかせないかんと思ってねまあ,あのシャンプーの海面活性剤がまあ髪の毛に悪いっていう情報を、ね、知って、まあ、油酸に,についても随分調べたんですよで皆さんあの髪の毛増えたとかね髪の毛の質が良くなったとか言われるんで,で一応シャンプーは 湯も毎日やってます。お風呂入る時にシャワー大きいシャワーヘッドでねグワーッとこうやりながら地肌にもねあのお湯かかるようにしてねでシャンプーヘッドってさちょっとあのお湯が出るとこちょっと出っ張ってるじゃないですかそれはちょうどブラシみたいになってね、まあ、気持ちいいのでねヘッドあのシャワーヘッドでね頭こすってます。で体もね、湯船にあの石鹸使わんと入って、まあ 面のの、タオルでね、ねゴシ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 と全身、ね、あのちょっとしわのよりやすいとこはこうねぎりにゴシゴシこすってねそれだけであ,のあと何にもしてましたそれで私あの、化粧品もね買ってない唯一買ってんのがあの、アロエジェルだけ他、一切何も塗らないですね夏の間はねそれも塗らなかったこれ多分逆,逆写しになると思うけどアマゾンであの安いんですよ 1こう一個500円ぐらいで売ってるんですよこれたっぷりあってねもう何ヶ月も持つの減らへんしだからねほぼあの化粧水とかなあの塗ってませんねほんで今度冬になったら乾燥が気になるのでね使うとしたらあのマッサージオイルこれも逆写しになると思うんですけどねアルニカマッサージオイルっていうのを買ってますこれだけでね 2,000円前後したと思うんやけど高いねん,んけどね全然減らないあの油ですごく伸びがいいんですよでスッとこう肌にこう吸い込まれてる感じがしてねこう伸ばしたらこうそんなべたつかないしねサラッとしてでこれは何でいいかというとねあの筋肉痛に効くマッサージオイルとしてあの買ったわけじゃないですよねそれがねいい匂いするの,あのまああのハーブのね何のハーブが アルニカの匂いなんか知らんけど、こういい匂いするんですよ。そんなに気づくない匂いそれをね。あの肌に刷り込んでいます。それも万力じゃない。たまにね。筋肉痛ひどい時にあのふくらはぎとか足にね。マッサージしたりしてます。だからそれをもし乾燥してきたら顔にいる感じかな。今ちょっとアロエジェル塗ったんでね。ちょっとべ,べたつきますけど、アロエジェルもあの乾燥したらサラサラになるんでね。あの。 ちょっとつけるだけでサーッと伸びるんででねいい感じですそれ以外な何にもしないのはこう皮膚には常在菌といういろんなあの微生物が住んでるわけですよで肌にいい成分肌の味方してくれる成分微生物として常在、まあ、菌というのがあるわけで、まあ、あの悪いばい菌なんかもね駆逐してくれるのはその皮膚にとって良い常在菌がね働いてるからで。 ですからね、あの油刃にして石鹸を使わない生活2年間やってるけども臭くならないこう脇なんかあのむしろねあの石鹸でね洗い倒してそれで汗止めとかスプレーでシューしてた時の方がね匂う。あの汗止めスプレーって逆に汗腺の,の穴を塞いでしまってあの逆によくないそうですね。 ですから最近だからお風呂でお湯でゴシゴシ洗うだけでね無臭になったのこれはすごいなと思ってこの生活をねやっぱり続けていくべきやと思って娘もねそういう風にしてますだからシャンプーコンディショナーコンディショナー代がいらないし石鹸とかボディーソープ代もいらないし安上がりであの健康的であの美容にもいいというねあのこれは大発見でしただから皆さんにもねおすすめします ただ最初、油酸するときね、ゴワゴワが気になるとは思うんですけどね、やっていくうちにね、あのだんだんと柔らかくなってきたんですよ。まあ、年のせいもあるけどね。もう、ものすごい剛毛だったんですよ。シャンプーしてもゴワゴワやからね、それ専用の,あの髪の毛をや柔らかくするシャンプーとかね、あの、そのくせ毛を取るシャンプーとか、そういうのを使ってたんです、コンディションもね。それがね、今、油酸だけで、 あの手ぐしでねスッとまとまるしあのそんなにゴワゴワしないしむしろふわふわっとなってきたんですよねこれ2年やってみてだから夏でも汗かいたらまあその場にすぐシャワーするしね今ちょっとこれ洗毛剤が取れてきてもうそろそろしないといけないんだけどあの毛染めもねやめました毛染めもあの、まあ、普通の部屋代ですよねあれってあの 髪の毛のキューティクルをこう無理やりこじ開けてその中でいったん脱色してで染色の色をね入れるわけですよキューティクルこじ開けるからねあの髪の毛ボロボロになるんですよねで部屋代ばっかりしていくとあのそのうち入らなくなっていくるやってもこうすぐ色がキューティクル開きっぱなしになってねキュッと閉まらないからあの 色も染まらないし、毛は,毛は痛むしっていうほんで禿げてくるしね。だからそういうのを一切やめて、今はあの専門剤も使ってます。専門剤って何かというとまキューティクルをこじ開けないで、その表面にね。色塗るだけのやつ。だからこうシャンプーし,し,していくと、あのいずれ落ちてしまうわけですよ。表面、髪の毛の表面を染めてるだけなんでね。 で、いろんなタイプのね、今、専門材試してます。ただあの、あの、YouTube でもよう、広告で出る、あの、高いやつもね、買ってみたんですよ。何種類かね。まあ、染まるけど、高いし、そんなに変化ない。ほんで、今は、あの、顔のね、リライズっていうのを、あの、使ってます。それも、あの、うにだけど、容量が大きくて、安いの。だから、あの、 成分が何かちょっと箱化かしちゃったんだよね分かんないんだけども、まあ、それも染めるだけなんでねあのムース状にすごい出てきますでムースやからあのちょっとでええしねそれ2,000円しなかったと思うのよねだからあのかなりあの持ちますほんであの髪の毛もだから毎日油酸だけでね全然臭くないです。 ですせっ石鹸とかシャンプーってねやっぱり無駄なんですよね。で無臭になるしただ私はあのアロマは好きなんでねアロマはねよくあのシュシュ振ってますあのアロマオイルねでも夏の間はねあのユーカリ・シトロネラをねよく振ってたのこれは美容目的じゃなくてカよけ虫の嫌がる匂いなんです。ででもも、えー、いはすするんですよちょっと、まあ、草っと草ぽいけどもね それもうあの市営住宅の前でね娘のお迎え送迎で待ってるじゃないですかものすごい蚊が寄ってくるんですよあの黒いねしましまのね藪蚊っていうのかなあれが寄ってきてあれに刺されるとかゆいかゆいで逃げないのこうやってもねすごい寄ってくる何,何匹もそれをあの防御するためにねあのアロマオイルのまずきり天然成分の ユーカリ・ヒトロネラをスプレーにしたやつをねあの振ってますそれで結構いい匂いするしねそんな感じでだからアロマオイルはそんなに殺菌力強くないからあの常在菌はねまだ殺さないと思うんですけどねそれとねあの最近続けてるのが酪酸菌これはね病院でもらったんですよで市販品でも買ってたんですよみ ミ宮アリ,ア、ね、リ菌っていうのが入っている、まあ、あの乳酸菌みたいなもんですけど乳酸菌とはちょっと違う酪酸菌なんですよね。で最近それをなんでかあの病院でもらったかというとあの長年のね鼻炎があるんですよアレルギー性鼻炎。で私寒暖差アレルギーでこの温度差でねブワッと鼻水水みたいな鼻水が出るわけですよ。 それを何とかしたいし耳鼻科にも通っても治らないし、まあ、あのレーザーで焼くしかないかなとも思ったけどレーザーで焼くと鼻あのカビカビなるよ言われて、ねうん、それも困んな思ったしほんで何気なく最近の,あの医学情報の発表であったのがねなんと酪酸菌で花粉症も1日で治るというあ花粉症も1日で治るという本を、ね、今図書館で予約中なんですよいつか来たらねまた。 発表したいいと思いますけどねですから花粉症もアレルギー性鼻炎もまあとにかく鼻炎は要するにあの腸内細菌の具合でそういう自律神経がちょっと狂っちゃってほんでアレルギーとなって鼻炎になるわけですよ。ですからアトピーって全部そうなんですけどねあの皮膚炎の場合もアトピー性皮膚炎というしま要するにアレルギーっていうのはまあアトピーも。 ま、同義語なんですけどね。それを直すにはあの酪酸菌が必要だとで酪酸菌ってあの人間のね、えー、大腸の中にも似てる。微生物なんですけれども、まあその食事食生活とかあの体調によってね。その微生物の菌の割合が変化するわけですよ。それで酪酸菌が弱るとそういう悪玉菌が発生してきて。 まあ、自律神経やられて、まあ、アレルギー性鼻炎になったりアレルギー性結膜炎になったりアレルギー性皮膚炎になったりするわけなんですね。ですからあの本当にね聞きました。一日で効くって書いてあった通り。ほんで病院のはねちょっと今度変えてもらうと思うんだけどねミアリアスメーカーはねミヤリアさんのもんで。 同じなんですけどね。病院のはね、えっ、ー、とね、ミア BM っていうやつ。粉なんですよ。だから今度先生見てね、あの、粒に変えてもらうと。飲みづらいの粉はま、ま痺やしね。ほいで、うまいこと全部出えへんの。もう粉だらけなんの。これ飲むとき。こっち麻痺てやからね。こうも破るのは破れんいけど、こうやってなかなか出えへんしね。ほいでむせるしね。 だから粉はちょっとおすすめできないでですねでもまあ病院でいただくもんやからねあ今度まだいっぱいあるんで3ヶ月分もらったんでね今度12月にあの行く時にね変えてもらおうと思ってますですからこのあのミヤリ屋さんでねあのかなりあの体調良くなってきましただから今年ほんまねぶわーっと花水も出てんのか今でもたまに出んねんけども。 このミヤリ屋さんを飲んでしばらくすると止まるしね。だから漢方薬より効く。漢方薬もね、小清流糖とか鼻水止めるのね、もらってたんですよ。それもまあ飲んでしばらくすると効くんやけども、ミヤリ屋さんの方がもう完全に効く。それでもちょっと鼻出るような気もするんだけど、もうちょっと、ちょっと多いめに飲んでね。で、食生活で酪酸菌を増やすにはね、ごぼうがいいんですっ、ね、て。 でごぼうとか、まあ、あのいろんな緑野菜の中にも、えーとね、何オリゴ糖やったかな普通のオリゴ糖じゃない何とかオリゴ糖忘れてたらごめんなさいそれが酪酸菌をねあのはあの発生させてね体調が良くなるもちろんあの成長にもあのお腹の調子も良くなりますしねミヤビーミヤビーエムっていうのねあのおすすめですアレルギーの方にはね そんな感じでね、あの常在菌をね、まあ人間にとって良い善玉菌を増やす努力をね、あの日々続けてるわけです。ですから、これ、肌、化粧水も何にも洗い出るだけで、まあ、まあ、68歳にしたらいけてんのんちゃう <laughs> 自分で言うてるけど。それで、普段はね、ほとんど何にも塗らないです。風呂上がりも化粧水も塗らないし、まあ、ク,リークリームも塗らないし、まあ、夏の間は、あのずっとそれでしたね。それで あの油が浮いてくるっていうのはね食生活で変わるんですよね。だからあの血管を丈夫にする本,本類で読んでて、あのクリントン大統領の心臓病を治した、えー、コーネルなやとかまあ、名前忘れたらあの要するにあのビーガンに近いようなね食生活をするとね血管のあのドロドロの フィビリンとかねあのタンパク質がおか異常になって血管詰まらす成分とか血栓とかねそういうのがねなくなっていくんですよだからビーガンはちょっとつらいんでねビーガンって言ったら肉も魚も卵も何も食べないそれよりもさらにすごいのがきついのがそのチャイナスタディを書きはって世界中で有名になったね人のするあのプラントベースの食事要するに食事を食べ 野菜しか食食べなないいみたいな食生活ですよでタンパク質は全部あの豆類豆類で取るっていうそのレシピレシピもたくさん載ってる本買ったんですからけどね血,血管を丈夫にするあの食生活のねそれでもちょっとそれは続けるの無理と思ってやっぱり肉も魚も食べたいし卵も食べたいしで私脂っこいの好きやしでもそれは脂っこい こういううういのはもういかるようにしましまた若い時と比べてね全然あの取らないようになってますね、まあ、多少炒める時に鍋ひっつかようにちょっとあのスプーンいっぱいほど油を使いますけどねそれ以外にあまりまず炒め物をあまりしなくなってで主にあの電子レンジでチンするか蒸すかあの煮物かでね食生活変わりましたんでねそんなに油浮かない。 で浮いた時でもあの湯車シャワーだけでねあの十分取れますであんまり石鹸なんか使うとね今度落としすぎてねカビカビになるんでね年いくとね石鹸は一切使わないですほんで常在菌をあの育てるようにねそれでも毎日あのシャワー浴びてあの湯船でゴシゴシこすってるのでねあの完全無臭になりました不思議なことに 石鹸を使ってあの脇スプレーをやってる時の方が臭かったまあその瞬間は臭くないんだけどねああのなんやあのいろんな脇のね静寛台使わないとダメない軽い脇屋かなと思ってたんですよところがあのお湯だけの生活に変えてみたらねそれもなくなってねだから今静寛台も何にも使わないですねまあ,あのファミリーズはあの服の匂いでちょっと やったりとかあのあのウイルスをね除菌するためにあのこう体中にね風物したりはしますけどね最近ハマってんのがノート「ノのノートっていうサイトがあってねまあアメブロとも似てるんやけども,もういろんなことができるサイトでまあ,あの有料マガジンを売ったり私は無料マガジンしかやってないんですけど、まあ、あのブログみたいな日記みたいなのを 毎日投稿したりできるわけですそれで自分の作品なんかもね売れたり発表したりねできるしで工房があってその工房に応募できるんですよね例えば小説であったり、まあ、アートであったり、まあ、いろんなあのコンテストみたいなのかなそういうのが集まってきてでビジネス目的でされているところも多いですねだから素人プロに混じって素人もまあ日記書いてるわけです。 ほんでそれに今最近あの毎日投稿にハマってるのでちょっと YouTube の方がねおろそかになってあこれじゃいかんとちょっとまだ滑舌悪くなってきたんでねまた YouTube も頑張って続けたいと思うそもそもこの YouTube 始めたのは滑舌をなんとかしようとこれ半分麻痺してねあの麻痺してますからねすごい喋りにくいんですよで喋る相手がいないしね今あのデイサービス行ってますけどね まあ、認知症の方が多くて耳遠い方が多くて、まあ、ろくにしゃべれてないそうするとストレスたまるからねまあ YouTube でこう好きなことを言うわけですでまたあのい,いろんなアンチ発言もするかもわからないけど今日はとにかくそのさんとねあのお風呂石鹸シャンプー使わない生活だねこんないいですよっていうお話をねあのしてみました以上よろしくではまた。